アメリカの電気自動車大手テスラが発表した去年10月から12月期の決算は、本業の儲けを示す営業利益が前の年と比べて 47% 減の20億6400万ドル、およそ3000億円でした。他社との販売競争が激化し、主力の車種を値下げしたことが利益を圧迫しました。またマスク CEO は、来年後半に次世代 EV の生産を始める方針を明らかにしました。